皆さんこんにちは、池桃子です。今週は4ステップで簡単に作れるチョコバナナクレープをご紹介しました。生地はですね、今回生クリームと牛乳2種類を使ったんですけれども、そうすることによって生地だけでも食べていただいてしっとりもちもちの美味しい生地が出来上がります。全量牛乳でも構いません。お好みの、生地でいろんなフルーツやホイップを巻いて美味しく召し上がってみてください。ドコモのすごとくでは4ステップで簡単に作れるお料理をご紹介しています。ぜひドコモのすごとくでビレーシャスをお楽しみください。私の料理教室4ステップキッチンでも4ステップでできるお料理やスイーツをご紹介しておりますので、ブログにも遊びに来てくださいね。また来週。